こん、マノです。マノだよ。始まりました。始まってますね。お待たせしました。ちょっと今日は少し準備が遅れてしまって、配信開始ちょっと遅れちゃったんですけど、お待たせ、ストゼロの回です。告知をしてます。しました。告知できたね。ですね。はい、ありがとう、みんな来てくれて。はあ、3月31日、今日2023年の3月31日、昨日お誕生日でした。お誕生日会なので、今日はお誕生日会的飲酒配信していこうかなって思います。今日はね、昨日生誕祭、お誕生日当日にあって、背景ちょっとあんま綺麗じゃないけど、はい、始めます。今日のお席はストロングゼロのダブルシークワーサーです。大好きなストロングゼロ会はね、もうずっとためにため、ここぞというタイミングで飲もうと思って決めてたんで、今日になりました。今日はロング缶じゃないんですけど、まあ、家にあった350缶を飲みます。昨日ね、ロング缶生誕で飲んだんで、今日はこのサイズ感なんですけど、ちょっと一回り、一時期前のデザインでお送りします。最近もうなんかデザインちょっと変わって、昨日新しいストゼロ飲んだんですけど、みんな大好きストゼロ飲みます。自分も大好き。もうストゼロで生きてきた人間なので、はい、愛を込めて今日はお届けしていきたいと思います。ストロングゼロシークワーサー、こんなに飲み慣れたお酒を乗り前か飲酒で飲むなんてという感じですよ。今まで結構初めて飲むお酒をメインに飲んできたので、ほぼほぼね。なので大本命です。みんなコンコンマノだよ。タケコン、サトシノノリコン、ウリコン、バイコン、クッキーコン、ネコラコン、ハロサブコン、アリチェン、マルコーン、ウリコン、トモコン。自分は無糖飲むよ。ぜひぜひ、みんなお酒を飲んでください。今日は晩酌したい。自分は昨日誕生日で25歳になったんですけど、今日は3月31日、次の日は、親父殿とパウロの母上の結婚記念日なんですよね。なので今日も、お祝いという感じで飲みたいと思います。しかも、なんか今日年度末ですよね。年度末っていうのは多分、年度が切り替わる？え？そうなの？年度切り替わったら明日何になるの？明日、令和5、6年？ちょっとよくわかんないけど、明日令和6年になる？もしかして。え？のかな、わかんない。令和は変わんない。そうなの？そうなんだ。はい。じゃあ、歌手していきますか。今日こそは歌手動画を忘れずに、久々に撮ろう。あと、お誕生日ケーキも今日は用意しております。お誕生日、おめでとうって書いてあって、チョコレートケーキです。チョコのケーキめっちゃ好きなんで、嬉しい。でもね、誕生日といったらショートケーキというイメージがあって、結構毎年誕生日ケーキ、ショートケーキを食べちゃうんですけど、今日は、今年はチョコレートケーキ、パブロ母上がね、用意してくれたんですけど、だったので、めっちゃ嬉しい。チョコ好きなの。本当はチョコレートケーキがめっちゃ好きなの。けど、そういう自分はイメージにとらわれがちだからね。結構お誕生日ならショートケーキだろうって言って毎年そうしてたんですけど、そうなっちゃってたんですけど、チョコレートケーキは本当は食べたい気持ちも強いので、今日は嬉しく食べます。嬉しく食べますね。動画を撮ります。歌手動画久々に撮るかも。いいね。おお、お誕生日感。ハッピーバーザーキー。
撮れた、今日こそ撮れましたね。久しぶりに撮った。はい、じゃあみんなストゼロを用意して。今日はストゼロ以外許さないことはないけど、ストゼロだと嬉しいね。乾杯、ぬるま湯か。乾杯。あ、うまっ。こちらめに賞味期限切れてるんですけど、全然いけますね。これ賞味期限去年の11月のストレートロンで、しみる。ちょっと味違うけど美味しいちょっと味違う気がするけど美味しい。めっちゃ美味しい。みんな今日は乾杯して、ハピバ乾杯して、頼みます。ノリポンコン、ビンコン、トモコン。いや、昨日会いに来てくれた方はありがとうございました。ツイッター上でお祝いしてくれた方も、気持ちでお祝いしてくれた方も、本当にありがとうございます。こんなにお祝いされることないので、1年に1回本当にいつもお祝いしてくれて、普通に生きてたらないことだと思うので。イチコン、そう、え、ありがとう。ケーキみたいな投げてくれている人、方々、嬉しい。ストゼロみかんのみを、あ、ぜひ。味違いも大歓迎です。今日の私服？今日の部屋着はこちらです。パジャマ。かわいく、めっちゃ可愛くないですか？ちょっと胸元こんなですけど。あ、ちょっとやばい、自分のパジャマイング性が見えちゃう。本当はね、こうやって着た方がいいと思うんです。あと胸元見えちゃうかもしれない。大丈夫？はい、かわいいでしょ。チャイナ風のパジャマ。これパブロン母親からさっきもらった誕生日プレゼントらしいです。嬉しい。誕生日プレゼントもらえると思ってなかったから嬉しい。しかもね、これ猫だと思いきやね、虎なんだよね。自分虎年なのでね、自分に合ってると思う。あとちょっとチャイナっぽいデザインで、ここら辺とか中華風で、なんかね、こういろんなちょっとネオンみたいな看板、ネオンの看板みたいなデザインとか、なんか中国チャイナっぽいデザインいっぱいあるんですけど、なんかこの辺と安眠って書いてあって、して安眠って書いてある。かわいいね。めっちゃ自分の部屋着の中で一番かわいい、めっちゃかわいいパジャマ。これパブも母上から配信前にもらったので部屋着として着ました。めっちゃかわいい。あ、ちょっと待って、見えちゃいけないの見えちゃうかもしれない。はい、うまい。チャイナっぽくてかわいい。かわいいね。赤も似合うでしょ、自分。結構リアル、実際見るとめっちゃ赤いんですけど、配信で見るとこの赤伝わってるかわかんない。赤い服あんま普段着ないけど、着てみたら似合ってるね。赤意外と似合うんですよ。この髪色とも合ってると思う。この灰色とね、バラ色っていうね、灰色の人生かバラ色の人生かみたいな感じですね。灰色と赤色の対照、自分結構好きなんですよ。なんかこれまでの生誕の自分の意味付けというか、演出というか表現というか、そう、自分はなんかそういうものを作り込むときに意味付けを何らかしたいなと思って自分なりにねつけているんですけど、細々した部分に。昨日の生誕も結構自分なりの意味があって全て演出をしていたりして、でその演出の中でも自分の中でテーマっていうか、こう、なんていうんだろう、よくこういう表現をするなっていうので、灰色と赤のバランスっていうのはめちゃめちゃよく使ってるので、そんな感じの色味です。自分の髪のところのパジャマがちょうど、はい、
赤、灰色とバラ色いいよね。唇もちょっと赤くしました、今日。とかいつも最近もう、配信の時メイクせずにやってたんですけど、今日は久々にメイクして配信してる。ちょっとまつげとか上げてないんですけど、配信15分前にメイクし始めて、10分で完成させたメイクの方がなんかちょっといつもよりクオリティ高く思えた。なんかね、凝ろうと思って、昨日の整髪とか凝るつもりはないんだけど、なんか丁寧にやろうとやればするほどなんかね、いつもと違くなって、ちょっと肌ボロボロになっちゃうんですよ。昨日もなんかいつもと違うファンデーションしてみたら、よくあんま肌感良くなくて、今日のパパッとした方がいいみたいな感じ。ちょっと雑な時の方がなんかいい感じになりますね。うまくいく。こんな感じです。25歳なったんですけど、というか、生誕までめっちゃ駆け抜けてきたですよ、自分は。結構、生誕についての感想もあったら聞きたい。凱旋動画撮ったの、今撮ったので、後でインスタに載せたいと思います。いや、なんか、1ヶ月以上前、1ヶ月半、多分告知自体は1ヶ月半くらい前に告知してたんだよね、生誕祭。多分2月の末とまではいかない、でも4週目3週目くらいに告知したと思うんですけど、生誕来月あるっていうの。多分準備期間としては2ヶ月ぐらいあったのかな。でも2ヶ月っていうのも短くて、いろいろ準備を始めたら本当になんかね、練習する時間がの方が短くなるというか、足りなくなるぐらい結構演出の方とか、なんかグッズの制作とか、なんかいろいろなんか多くて追い込まれていたんですけど、だから短かったっていうか もうちょっとなんか、いや、もうちょっととは思わない、わかんない、どうなんだろう、もうちょっと、いや、2ヶ月って短いなって感じ、意外とあるようでないんだよね。だからめっちゃギリギリまで生誕の準備してたし、余裕はなかったですよね。余裕持ちたかったんですけど、まあでも無事終えられてよかったです。やりたい曲も全部やれて、はい、11曲全部ってやったんですけど、11曲それぞれ全部に思い入れがある曲だし、選曲も結構これまでの集大成というか、自分の人生にも絡めながら選んだ感じでしたね。セトリ昨日公開していたので、公式の方でぜひ見てね。そう、実はパート分けされてたんですよね。歴代生誕パートと今年の人生誕パートと、あとオリジナル曲でだけでまとめられたオリジナルパートっていう感じで、3つパート分けされてて、大まかに。あんまりライブ見てる中ではところどころ演出がほぼほぼ挟まってたんで、あんまりここがくっきり分け目だっての分かりづらかったと思うんですけど、意外と分かれてたんですよね。意外と。家良かったよ。ありがとう。家持ってる集合写真なかなかシュールだったよね。昨日投稿したけど。はい。ありがとう。昨日でも、本当に追い上げでいっぱいの方が来てくれて嬉しかったです。50人以上来てくれました、生誕祭。めちゃめちゃありがたい。本当にありがとうね。たくさん見てもらえて本当に嬉しい。めちゃ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 に嬉しいです。水槽のところの意味を聞いてもいいのかな あー、水槽の意味。水槽はね、まあなんか水槽とクレマチスっていう、今自分がやろうとしているアイドルグループのにも絡んでいるし、自分のなんか記憶みたいなところにも絡んでいるんですけど、どっちもですね。あとは単純になんかその光景を見たいなっていう、
なんか3つの要素から自分は来てるなって感じです。待って、ケーキ食べてなかったんで、ちょっとケーキ食べてもいいですか。このチョコ食べるのが一番特別感あっていうね。いただきます。何枚か乾杯と。そう、ストロングゼロはね、あの糖分と合うんですよ。めっちゃ甘いものと合うのでね、ケーキとかストロングゼロ組み合わせ最高ですね。最高なんですよ。うん、美味しい。うん、うん、チョコケーキ美味しい。なんか顎が痛い、なんか筋肉痛かも。顎筋肉痛。美味しい。なんかこの辺が痛い、なんでだろう。おめでとうございます、ありがとう。今日ここも、そうだ、生誕のカッコの意味も期待。そう、生誕カッコタンなんですよね、今年の生誕は。どれもちゃんと自分の中で意味をつけてたんですけど、もうこれ、ね、もうね、あのなんかね、自分の中で昨日の生誕終わりに一番最初の制裁が、なんていうんだっけ、エピローグの反対なんていうのもうエピローグしか思い浮かばない。エピローグの反対なんだっけ、対義語、対義語。待って、検索。エピロ、あ、プロローグ、そう、プロローグ、そうそうそう、プロローグね。そう、プロローグ、ありがとうみんな。死生祭が、自分ずっとアイドル活動する中で生誕祭ってものを開きたくて、ずっとそれが叶わずにいたので、それが初めて叶ったのが死生祭で、死生祭は自分の中で立ち位置的には、的にはプロローグなんですよ。で、その後、4年間、生誕祭を毎年、まあ、レイの活動する中で開いていたわけなんですけど、で、それが、死生祭の後に、そのテーマが、自分の中でのテーマが地続きになっていたし、物語として、まあ、一部成長物語でもあるし、テーマの地続きというところでの続いている物語でもあるし、みたいな感じで、制裁の後に、はい。で、その後に、よ。その後に、春っていう一文字ずつの生誕を開いてきて、最後に、今年、昨日、人生っていう生誕祭を開いたんですけど、で、この5部作で完結するよっていうのを言ってて、毎年なんか、この1個の生誕が終わるとき、次の生誕のことばかり浮かんで、だからなんか勝手に続いてたんですよね。次はこうしたいっていうのが。だから、なんか物語的にしていたというところもあって、で、ちなみに、死生祭のときは生誕祭って名乗って言ってたんですけど、その次の灰と、よと春は、歳を抜いて、生誕って言ってたんですよ。そこもなんか、プロローグと普通の物語のこの3つの違いがあって。で、一番最後は、もう生誕っていう文字から、まあ結構、生誕って言ってもなと思って。まあ自分はなんかその生誕を通して、自分の成長とか物語とか、生きること自体を、なんか見せていきたかったので、もう、タンはいらないと思って、生そのままだって思ったので、生、カッコ。カッコで補助としてのタンがあるっていう感じなんですよね。だから、プロローグとエピローグもちょっとだけ違うし、その中の中間、レイとしての活動の中で生誕をやってきた中でも、まあ、そこはそこで、なんか塊がちょっと生まれてたというか、死生祭はレイに入る前に開催していたし、今回はね、なんか、まあ、偶然というか、タイミング的に自然とこうなっていった形なんですけど、一回レイを抜けて、新しく、なんか活動していくに、当たって、なんか初めてソロで、そう、ここでなんかソロでやることで、ちょっと違いを見せたかったというか、今だからこそ一人でやる意味があるなと思って一人でやって、まあ最後にこれまではいろんな人に
お祝いしてもらいながら生誕祭を作り上げて一緒に出演してもらっていたけど、最後だからこそ一人になるのってすごくいいなと思ったし、なんかその人生っぽいなとも思ったし、なんかその孤独感とかそういうものにもつながる表現になるんじゃないかなと思って、最後は本当誰もゲストをお呼びせず一人でやりきりましたね。で、性かっこたんという感じで人生です。そう、あと姿勢祭が3文字で、その間の3つが1文字で、一番最後2文字って風になる、この違いも結構こだわりがあるんですよ。そう、ちょっと違うっていうね、自分の中でプロローグとここの3つの開催した塊と今年開催した人生というものがちょっとずつ違って、最後今年はエピローグとして5部作で終わったんですけど、でも生誕自体をなんか一旦完結した、そう今年完結したので自然ともうこれで完結だと思って、一つの作品に自分の中で仕上げることができて、来年はのことはまだいつもね思い浮かぶんですけど、続きとして、けど今年はまだ思い浮かんでないので来年何するかまた決まってないんですけど、来年もまた違う別の形でそのお誕生日というか生を祝う場を作れたらいいのかなって思っております。はい、なるほど、みんななるほどって言ってくれてありがとう。しおりくんこん、昨日ぶりだ、嬉しい。うくじなしこん、そんな感じですよ。次回どうしたらいいかな、次回何しようかな、本当に何も決まってないんですけど、まあ自分の中で生誕というものがなんかずっと憧れでもあったし、だけどなぜかね、なぜなんだろう、自分の表現のなんかその根源というかコアにあるものが結構なんか詩的な表現であったりするので、生を祝う場でありながら結構詩をテーマに生誕というものを開催することが多くて、それは5部作とも変わらずにずっと描き続けていたものなんですけど、でも自分にとってそれはなんか決してマイナスな意味は持ってなくて、ただなんか常になんかそのことを意識しているというか、何なんですかね、なんかそばに置いておくものというか、わかんない、自然とそうなっているんですけど、自分の中で、です。生誕だとテンっぽいけど、生だと線になる感じがある。うん、なるほど、ほんと線になる感じ、よかったそれならよかった。みんな理解してもらえましたか、わかんない、伝わってますかね。次はブルーンアゲインってなんだろう、深いなと思った。うん、ありがとう。深い方がいいよね、浅いの嫌だ浅いより深い方がいいもん、絶対的に深く生きていきましょう。みんな、僕はほろ酔いで乾杯です。え、乾杯してくれて嬉しい、やったね。深いと考察が図れるよね、でもなんか考察しがいがあるかはちょっと不明で、
一応自分の中で意味はつけているけど、それが分かりやすいと、分かりやすいと分かりにくい方だと思うので、多分全部は分からないけど、それはそれで自分の中でそれがあったという事実があればいいんです。あと自分なんかライブを作り上げるとき、ライブ自体がなんかその作品のようだと思って作品として作り上げてる意識がすごくあるんですけど、結構自分ライブ見るとき、ライブの構造として照明の演出めっちゃ見ちゃうんですよね、ライブ見るときに。で、照明っていう演出がすごく好きなんですけど、昨日の毎年ね、結構その照明の要望を出せるんですよ、ライブハウスに。ここは何色でどういう風にしてほしいみたいな。それを結構毎回照明はね書いちゃう。お任せじゃなくて、お任せっていうのもできるんですけど、どうしてほしいっていうのを結構言いますね。だから照明意外と気づかないんですよ、なんか演者さんをばかりを見てると。だけど全体として見た時に結構変わって見えるところはあると思っていて、色の表現が結構好きなのかも。さっきの灰色とバラ色の対照もそうだけど、なので昨日も割とね、セトリ表とともに照明の要望をいろいろ出したりしてみたり、細かすぎるかも。ボーンアゲイン、生まれ変わるみたいな。生まれ変わる、そう、生まれ変わるテーマ、本当に本当に自分も毎回のようにね思うししてると思う。じゃあそれ、そうですね、そういうテーマもいいね。あ、ちなみになんかあの生誕で思いつくといえば、なんか来年のことを思うって言ってたけど、まず最初に浮かぶのがタイトルなんですよ。生誕で言うとタイトルが一番先に浮かぶので、来年のこと何も決まってないって言ったけど、タイトルだけ決まったんですよ、もう。はい、タイトルもめっちゃいい、めっちゃいい。この前の五部作とはまたちょっと別ベクトルのタイトルで来年はやりたいと思いますけど、一旦区切っているっていう感じで、はい、一旦区切っております。一旦五部作で完結なのでね、ここら辺はちょっと一旦話したいですけど、ボーンアゲイン、ボーンアゲイン、生まれ変わるみたいな、いいのいいよね、そういうテーマというか、そういうものも結構わかる、思う深いと考察はかどるよね、よかった深いと考察はかどる。背景映像の演出もかっこよくて、そう、プロジェクション映像、今回実はなんかあんまり分かんなかったですけど、7個あったんですよ。7個ありました。意外とね、ちょっと短いあれでも意外と時間かかるんですよ、プロジェクション映像作るの。頑張りました。で、なんか1個だけね、あれ何分かみんな気づいてなかったかもだけど、衣装替えのタイミングで11分以上くらいのプロジェクションあって、結構長かったんですけど、それとか作ったりしました。ショーとしての組み立て方がすごく良かった。なんかあの感想としてすごくいっぱいいただいたのが、なんか演劇っぽかったとか、映画を見てるようだったって言われて、なんかそういうイメージとか意識は全然なかったんですけど、捉え方としてはなんかそういう風に見えたんだって思って、新たな発見というか、まあそれもなんか結構物語感を自然と自分の中で生み出されてたのかなと思って、嬉しいというか良かったです。
アーティストだ。うん、ありがとう。照明の指示も自分で出してたのか。割と毎回ソロで出るときは書いてます、書いてたりしています。結構自分の中で昨日の演出で言うと、あの夢と明るいもプロジェクション MV が立て続けにあったじゃないですか。夢と明るいのなんかその世界観的なものとかテーマもちょっと続いていたので、夢が春を、季節でいた春で、あ、違う、夢が冬をイメージしてて、明るいが春をイメージしてたみたいな感じで、その冬から春への移行というか季節の変わり目とか、なんかその雪解け的なイメージ、ちょっと新しく変わっていく部分みたいなところを表現したく、その2つはちょっと続いてるんですよね、テーマが。でその MV が立て続けに流したのが結構自分の中でエモポイントかなと思いながらこだわっていたところなんですけど、そこの照明はね、ちなみに夢が結構自分夢を歌う時、この照明の色の指示はこれまで絶対してこなかったんですけど、初めて虹色って書いたんですよ。初めて虹色で夢を歌いました。でその後明る日は春の曲で、桜のイメージ、やっぱり MV もたくさん使ったしピンクでした。まなちゃん将来運営的な仕事もできそう。それめっちゃなんか、ちょ、占い好きって言ってるじゃないですか。自分占い行くたびにね、なんかね、それすごく言われる。占い師さんに将来運営的な仕事の方に行くんじゃないかなみたいな。テーマが先にあってそこに紐づけていく感じだよね。そう、多分そういう流れだと思う。自分あんまり意識はしてない、自然とですけど。みはるしこん、最短的です。確定申告の職業欄、次は演出家だね。でもまだなんかステージに立つことも続けたいので、いや、なんかまだ全然やりたい。30歳になってもやりたいので、まだいっぱいやりたいことあるので、今後ともよろです。末永くよろです。末永すぎるよろです。はい、もっとたくさん駆け抜けていきたいので、というかもっと広まれば嬉しいな。もっと頑張れますね、もっとね。やっぱ大きくなりたい気持ちはあるんですよね。ありますね、ある。最初の断片的な映像が次々と流れるの好きだった。あれはなんか夢の中、夢で見てる、なんか夢の中の景色を投影してるようなイメージでした。死後の世界をさまようみたいなテーマも面白そうと思った。おお、面白そう。自分夜更かし千葉くらいって自分のこと言ってるの、みんな覚えてるかわからない。最近言ってないのであれですけど、実は自分ジバクレーのっていう設定があるのでね、夜更かしジバクレーっていう設定があるのでね、昨日はちょっとそれも意識してました。あとあれは、あれ、自分中間的要素がすごく好きなので、なんか結構何かと何かの対になっているものの自分は中間に立ち位置するみたいな、そういう位置づけも結構してた。手紙もそうだし、後ろのプロジェクションもそうだし、いろいろですけど、そうです。ともかこん、もかちゃんこん、生誕さん、お疲れ様。来年も絶対行きたいな。あ、ぜひともありがとう、嬉しいですね。アイナの消えないでチョイスもよかった。そう、昨日サプライズでファンの方からお花とメッセージカードをいただいたんですけど、本当にありがとうございます。あんた、ありがとう本当ありがとう。それでその時にいい子ちゃんとそばちゃん、セークレメンバーの2人が持ってきてくれて、でいい子ちゃんがね、消えないでめっちゃ好きなんだって言ってくれて、
知ってるの？って思ってそのお話をしたんですけど、そう、消えないで、消えないでいいよね。曲自体が好きなので、いい曲なんで、そう、自分の人生に基づいている。あの、特に昨日の選曲で言ったら、あのお魚さんのニューストレンジャーとアイナさんの消えないでって曲は、もう自分の人生においてめちゃめちゃ影響を受けた曲の、この2つはね、本当に受けた曲だし、めっちゃ聴いた2曲でもあるので、特別な2曲を選曲しました。今年の人生ターンパートの一部として、消えないでやったの初めてだっけ、初めて、そう、ここぞという時に撮っとこうと思って歌いました、昨日。末永く橋休めさん、33歳より30代でも全然いける。そうだね、そうですね、全然まだ長くやっていき、ま、いきたい。しかもニューストレンジャーをニューストってみんな略してて、ニューストって略すんだっていうのを初めて知りました。自分あんまりそのあのライブとか見に行って会話にいたわけじゃないんで知らなかったんだけど、ニューストって略すんだと思って、語りたいこと多すぎてキリがないんですけど、配信じゃもうこの辺で終わります。あのズーム晩酌会あるので、話しすぎてあんまり飲んで食べれなかったですけど、話したいこと多すぎるけど、なんかその演出をつけている自分身としては、あんまり自分が話しすぎてもっていうところもあるので、皆さんの解釈に全ては委ねられております。みんなそれぞれなんか自分の中で感じたことが正解だと思うので、よろしくお願いします。消えないで最高でした。あ、嬉しい。アイナさんのお話できる人限られているので、本当に自分アイナさんがめっちゃ好きなので、またぜひお話しようね。みんなホールケーキ一人で食べきったことある？え、あんまりない。ちっちゃいこんぐらいのホールケーキならあるかも。じゃあつつこん、あのこの後晩酌会、ズーム晩酌会でぜひお話ししようね。スタジオ会だったけど全然酔ってる自分見せられなかった、ごめんみんな。でも今日は特別会としていっぱいお話したし、いっぱいいっぱいなんかお祝い気分で配信できたのでよかったと思います。じゃあまたね、ありがとう、バイバイ。